なんと日本の全世帯の電力の半分近くを賄える夢のエネルギーが私たちの身近に眠っています。それが温泉や工場などで捨てられている摂氏200度以下の排熱。例えば源泉かけ流しが電気に変わってしまうというのです。この大発明でありとあらゆる場所を発電所にしてしまおうと夢見ている男がいます。石井義和さん65歳。もったいないな、これなんとかならないかなと。初めてですから、もうかなり冒険ですよ。その熱もったいない、そんな思いで開発は5年にも及びました。実用化に向け石井さんたちは鹿児島の焼酎工場で初めての実証実験に挑みました。発電に使うのはもろみを蒸留させた後大量に捨てていた摂氏80度のお湯。誰もやったことない。なぜかって最初から諦めてるか無謀だと思ってるわ。果たして実験の結果は捨てられる熱で地球を救えるのか。